画と全く違うタイプの映画にだと思うんですけど、撮影で苦労された部分で、それこそ今おっしゃってたみたいに誰も本気にしてなかったっていう、あの映画になるって誰も本気にしてないっていうのがビンビンに伝わってきまして、 どうやって自分の本気度を伝えたらいいかっていうのを毎回、しかも東京から近寄ってるんで1ヶ月に1回とか2回なんで、久々に会うと完全にリセットされて、またなんか初めましてみたいな感じから始まっちゃうんで、どうしたもんかなっていうので、本気度を伝えるのに時間がかかります。いや、思います。だから、あの映画って面白いもんで、あの時間経ってくるとある程度話していくようになるんだけど、今回全部リセットされてるから、みんなのインタビューがポン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 って全部切れてて、でそれがどうやって断続的なものを連続的なものに見せるのかなっていうのは、まあ、あの感じていたんだけど、まあ、一つのストーリーになってるから、あ、大したもんじゃで、ある意味、まあ、監督よりもあのプロデューサーに近い立場になってしまったという。他の皆さん、あの大石監督がなかなかこう距離を縮められない苦労をご覧になっていかがでしたか？私は最初からあのそんな距離はいや、ありますよ最後まで多分あったと思いますよちゃんと、まあ、よく飲みに行ったじゃないですかやっぱ飲んでからの話と真面目な話はちょっと違ったんで、こうやっぱそういう加減も含めて飲んじゃったら取れないものが多いので、そういうのもね、場面が多かったですね。そうですね、だからそういう加減も含めてちょっと難しいのはすごくありますね。はい、ご迷惑かけましたいや、あの最終的に映画の後半に行くにつれて軸が忍さんになってくるしますよね。忍さんは、うすそれはこう撮影されながら、俺、ひょっとしたら主演男優賞みたいな感覚で、ちょっと途中から芽生えてきたとかあるさっきエディが言ってたんだけど、大石さんとすごく近いって、あのメンバーの中で大石さんと一番近いの僕です。だからその辺があの出てるんだね。またやっちゃった。多分一番あれですよね、あのポロポロこぼれ落ちる感じというか、愚痴も含めてポロポロこぼれやすいので、そこを私も掴みに行きやすかったっていうのは正直あります。バカですよね、そう言い過ぎてダメなんだね失礼あのあの途中からその忍さんって決めたのは決めたというか、私は決めたというか流れとして話を聞いていく上で、やっぱ太郎さんもこう一番年下である、ちょっとこう後から入ってきたメンバーとしてすごくこう気にかけてるっていうのはすごくこう関係性として見えてきたんで、多分今の状態の、まあ、多分38年やってきてますけど、今の状態の原爆の皆さんはそういう関係性で成り立ってるっていうところで、忍さんをフューチャーすることによって見える原爆の関係性が分かりやすかったなと思ったので、それで忍さんに間違いないですはい、ではちょっと話変えまして、あの映画を作るきっかけにもなった今池まつり、あの今年は残念ながら中止ということで、その代わりといっては何なんですけれども、今日例年であれば今池まつりが開催されている時期に先行上映を、シネマテックさんにやっていただいたわけなんですけれども、今池まつり、原爆オナニーズにとっての今池まつりってどれほど重要な位置にあるもの？まあ、あの年に一度の、お祭りですし、あのまあ、どのぐらいになるのかな、もう出たりじゃなかったりの時期もありましたけど、うん、やっぱり出ないと寂しいなっていうのがありまして、みんなも、大暴れしてくれるんで、まあ、やっぱり野外ですしね、うん、やっぱりなかなか野外は少ないんで、非常に楽しみなお祭りで、自分自身が楽しめる本当に楽しみ
斉藤さんは今行けますとは唯一名古屋市民じゃないんですよ。豊田市民なんで。確かに。で、あの遠征してきてそこの中のメンバーに入れてもらって、まあ、楽しくやってるっていうところがあるんですが、一番楽しいのはあのコンクリートだったりアスファルトの上に小学生がダイブして突っ込んでいくところをあのみんながちゃんと心得てて支えてくれるところ、このなんていうのかな、支え合うライブっていうのが毎回見れるのが一番巻いて祭りっていうのの良さかな。これ多分世界的に見てもこの祭りだけじゃないかと思ってます、ね、そういう支え合うところっていうのがやっぱりこの祭りの最大の魅力だと思います。今池祭りは思い入れはありますか？思い入れはないです。でも一つはだけ言えるのは、こんな企画はもう、ね、世界じゃないんだけど、こういう企画はもう世界のどこ行ってもないだろうな、うん、日本だけ、岩池だけのこのイベントですから、ぜひ世界の方にも来ていただきたいなという思いです。名古屋が世界に誇る今池祭りということですね。では、しのぶさん、来年の今池祭りに向けて抱負をお願いします。あの今池祭りのポイントっていうのは、あの夕立の時期ですね。これが、もう天気予報が1週間ぐらい前からになって、で、雨が降りそうだっていう時でも、あの現場コーナーに出ると晴れになります。これが、あの運試しっていうか、降られたこともあるんですけど、確率的には晴れの方が多い。はい、まあ、それみんなのパワーでもあると思います。だから、晴れの日に必ず来年はやりたいです。じゃあ来年も晴れますね、間違いないですね。大石さんは、あの今池祭り、あのいろいろな撮影してて、いろんなフェスとかも行ってると思いますけど、どう感じました？今池祭りにすごい特別さを感じた理由でいうと、皆さん多分渦中すぎてはちょっと気づいてないというか、なんかあれなんですけど、私だから、音楽をの映像を撮影させてもらってて、結構そのバンドの方とかがなんか特集みたいに風に見られるのがちょっと私の中ではちょっとなんかこう不満に思っていて、で海外に撮影に行ったりすると結構そのバーのこう中におばあちゃんおじいちゃんとか子供が来てその隅でライブやってて、で結構そのフラッとそこのフラッとバーに来た人がたまたまライブ見て気に入って帰っちゃうみたいな、そういうのが普通で日常にこうバンドのとかライブとかがあって、なんかそれが多分日本にはあんまりないなと思って、なんかバンドをやってることが得意とか得意とか言われることが多くて、なんかそれがちょっと、でもだからずっと不満だったんです。だけど今池祭りに見に行って、ダイブしてる小学生というかおじいちゃんおばあちゃんがダイブしてるじゃないですか、なんですか、老若男女がすごく楽しんでるライブっていうのが、なおかつ祭りの中で通りすがったら原爆オーナーにいるのがいるみたいな、すごい特殊だと思うんですよ。だけど特殊だけど、だけどそれが音楽が生活の中に溶け込んでる、なおかつそのバンドをやりやすい環境というかバンドをやってることが生活の一部であるっていうのがあって、それがすごくなんか難しい、理想っていうのは違うかもしれないけど私にとってはすごく輝かしく見えたので、なんか今池祭りって本当皆さんね渦中にいらっしゃるのでどう思ってるか分かんないですけど、本当に素敵なお祭りだと思います。そうですね、あの日常の中に音楽があるとか、あのよくあの海外に行ってニューオーリンズに行って音楽フェス見てきましたとかいう人いるんですけど、まあ、それと多分名古屋今行けますとか一緒じゃないかなと。でサンフランシスコ行ってグレートフルゼットのライブ見ましたっていうのもそう一緒の感じ
まあ、ちょっとかっこいいのと叩きすぎなんだけども土着的なあの音楽のつながりっていうのが、まあ、うちバレーボールズ、ノーバディーノーズ、あと今日ライブやってるガソリンとか、あのみんながこうやってすごいパワーを出して、あのそれの地域で根ざしてるっていうのがやっぱりね、あの豊田市民としては名古屋が羨ましい。